石東義坊は、南北朝時代の武将。兼武元年に、駿河、伊豆守護、足利高氏の守護代となり、兼武三年、延元元年に駿河と伊豆の守護職に就任。翌年解任され、欧州総大将として、道の区国へ派遣される。略王元年、延元三年総またね家に、軍中城を発給、佐藤西明の兵を召し出して、出羽国渋江城を攻める。 逆王2年、延元3年大犬河原てで南朝と戦う。逆王3年、広告元年佐竹氏と相馬氏に、白川城を攻撃させる。この後も、精力的に活動を続け、上和元年、広告6年に至るまで在国仕立し、北畠秋の村の南屋方を圧倒し、王羽の組織化に成功を収める。 しかし、足利尊氏に独自支配の風潮が強くなったことを理由に解任される。1345年には、一時鎌倉に住居したらしい。上は3年、昌平元年キラテーカ、畠山国白と共に、南朝側の諸城を攻めて落としたという。関能の城乱以降は高氏に敵対する態度を取り続け、反高氏勢力の足利カがにつく。 官能元年、昭平5年12月の相模毛利層、湯山事件では、高尾地法の孔子冬から、足利元氏を奪取して、事態を足利忠義に報告。忠義から伊豆、海の主語を部任された。官能2年、昭平6年1351年末には、駿河沙汰さんの戦いに敗北。忠義の死去後は、足利忠冬方に組みしに行った吉沖。 新田義宗と結託し、機内方面を歴戦した。だが、やがて高氏に圧倒され衰退していった。文内四年、昭平十年に高氏の京都昇悪後、消息を絶った。上田正明保家監修、三聖堂編集書編、コンサイス日本人名事典第五版三聖堂、2009年、103ページ。第二本資料第六編四冊898ページ。 第2本資料第6編5冊55ページ。第2本資料第6編5冊450ページ。第2本資料第6編10冊760ページ。ありがとうございます。